はい、暗号通貨ニュースをお届けします。速稼塾の久保でございます。まあ、暗号通貨はね、全体的に暴落と言われている1週間が過ぎまして、ここら辺から持ち直すんではないかなと思います。ですんでね、底値で買えた方っていうのはラッキーだったと思います。特にビットコインですよね。これ300万円台で買えた方っていうのはもう二度とないチャンスなんじゃないかなと思います。ただね、暴落してる最中ってなぜかね、もっと悪いこと考えちゃうんですよ。例えば200万円を切るんじゃないかみたいなことがね、やっぱ囁かれると、まあ、先を争って売ってみたりとかね、気になってしょうがなくなったりするわけなんですよ。もともと暗号通貨にはじめとする余剰資金、投資っていうのは余剰資金でやらないところに、まあ、問題があるんですよね。まあ、全部パーになってもいいじゃないかっていうところでやらないと、まあ、冷静な視点で見れないんじゃないかなと思います。同時にですね、本当にパーになっては困りますんで、あらゆるリスクエッジと、それからポートフォリオを組んでおく必要があるということになりますね。で、話題は2つお届けしましょう。1つは体のお話です。1つは議員連盟のブロックチェーンの話ですね。で、まず1つ目です。体のなんですが、これごく個人的なんですけども、もうすぐね、1時間10分ほどでエポックが切り替わるんですけども、4月の1週目から始めた私のステーキングですね、カルダナイダステーキングも、今回が終わると今日中にもうあと1時間半ほどで次のエポック切り替わりがあるんですけども、3000ぐらいの、ね、報酬付与になるんですよ。3000と言いましたら、そうですね、今の価格でだいたい200円がカルダナだとすると、まあ60万ですね。60万円が1ヶ月半ぐらいで報酬付与されているってことになります。まあ、これだけで十分やっていけそうですよね。で、他にもですね、私がカルダナエダのステーキングをしたよっていうことを皮切りにですね、多くの方がステーキングに同時参入してくださいました。で、ステーキングをすることによってますますカルダナエダの透明性が明らかになっていてですね、ますますカルダナエダが強固になっていく、セキュリティ的に強くなるわけなんですよ。ですので、参加すればするほどみんなで安心できるって形になりますし、ただ安心だからといってね、もう手放しでいいわけではありません。一定の警戒は用いてくださいね。これはもう私がいちいち言うことじゃないですよね。投資の世界に入る方はパーになることもね、考えてやるっていうのも大前提なんで、そういう傾向が起きてなかったよっていうふうに泣き言を言わないようにしなければなりませんね。そして2つ目のニュースなんですけども、実はですね、ブロックチェーン推進議員連盟が発足しました。自民党の議員連盟が発足したということです。ブロックチェーンを国家戦略にということで、いよいよ重い腰を動かしたといってもね、議員さんにどのぐらいブロックチェーンや暗号通貨理解できるのか、私は大いに本当に不安なんですけどね。もうあれでしたら私の方が顧問に入ることによって、もしくはメンバーに入ることによって多少は上に立てるんではないかなと思います。まあ、私でなくてもね、暗号通貨ブロックチェーンに詳しい方をちょっとね、ここに入れてほしいですよね。大体こういうふうな行政事っていうのは、分からない人が分からないことばっかりやってるからめちゃくちゃになっちゃうんですよ。最先端の人をチョイスして惜しげもなくそこに、給料コストをね、割いていただければ、それは国家戦略になりますよ。だからね、国を背負って立つそういったスキルのない人がなぜかね、こういうメンバーにね、ガサッと入っちゃうんですよね。困ったもんですよね。まあ、どちらにしましても、今回、提言書に6つにまとめられた提言があるんですよ。例えば1つ目なんですけど、サプライチェーンにおけるブロックチェーン活用促進とかね、まあ内容を見てないんですけども、ちょっとタイトルからしてあまり期待できないかなと思います。期待できるのは最後の6項目目です。暗号資産に関する規制及び税制改正ですね。今最高税率が設定されてますけど、設定されてますから、税制改正というとこれは期待が持てます。上がることはあまり考えられません。下がることが考えられますんでね、規制はあれども税制はちょっと緩くなるんではないかなってことを期待しております。私としてはですね、やっぱりね、 FX や株と同等にしていただかないと、これ決済できないですよ、いつまでたっても。で、決済するとしたら海外の取引所に置いて決済しますんで、そこを儲けさせちゃうでしょ。税金に関しても、国際二重課税を利用して他の国で納税してしまう、そして日本には納税しないという流れができちゃいますんで、ぜひこれね、暗号通貨、これね、日本人でもホルダー多いですから、特にカルダノは決済できない人が多いんですよ。もう税金が高くてね、まあ、ですので、ちょっと緩くしてあげてほしいなと思いますし、もしあれだったら3年間は非課税ということにしてね、その間にどん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 決済を呼び込んでみたらどうかなと思うんですよ。もちろんその間カルダノの値段落ちるでしょうけどね。ということでね、私の個人的な希望としては、税制をね、もっと緩くして、で、せっかく含み益を持っている暗号通貨の投資家さんに、ちょっとね、消費活動に参加してもらいましょうよということですよね。では本日は以上です。